渡辺五郎は、日本の実業家。三井物産代表取締役副社長、三井科学代表取締役会長を歴任。高知市立塩江小学校時代は、体も大きくガキ大将だった。1945年、小学校5年生だった頃に、空襲によって自宅を消失する。 そこで、四万十町魚の川に疎開して山小屋を建て、5年間を過ごした。実家は貧困状態で、家に電気は引かれておらず、夜は、松明とランプで過ごした。また、父の木材仲外業の収入が不安定だったため、自身も子供ながらに、高知の町まで米などを売りに出て、家計を支えた。中学3年3学期から、 進学高校への進学を志して、高知市に戻り、調理人をしていた兄の家の屋根裏部屋に住み、高知市立昭和中学校に通った。中学の模擬試験では、学内1位の成績であったため、不良グループに目をつけられて呼び出されたが、グループのリーダー格は小学校時代に、渡辺が食べ物を巻き上げていた男であった。そこで、よろしゅう頼むぜよ、などと対応したところ、 不良グループから挨拶されるような関係となった。高知県立高知小津高等学校在学中に外交官を志すようになる。一方で、一橋大学にも憧れがあり、2年連続で受験するも不合格となり断念した。慶應義塾大学、早稲田大学、 東京外国語大学には合格していたため、早稲田大学第一政治経済学部経済学科に進学して上京。東京都佐領に入寮し、吉祥寺で飲酒して、土木作業員と喧嘩をするなどバンからな生活を送り、寮長も務めた。外交官の夢は諦めていたが、世界を舞台に活動する総合商社社員になることを、志して、ウェスに入会。 一年生にして、全国英語弁論大会はせだ大学予選会で優勝した。また、大学では小松正夫教授のゼミに参加した。1996年、アジア人として初めて、米国デュポン社の社外取締役に就任した。2021年2月16日、誤嚥性肺炎の試し去。86歳没。ありがとうございます。